どんこちゃんめめです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では見ていきましょうか。まずはどちらからスタートするか。テトリスですね。テトスタートで、開幕 DT4 に対して相手は、開幕 TSD。トリプルまで打って、まあ、穴的には相手結構いい方ですね。こっちの穴はちょっと悪い。なんで、火力はちょっと、火力は送ってるものの、こっちの方が不利ですね、これは。今のジェイミノを刺して、レンを繋げる形にした方が良かったかな。そしたらジェイミノ、アイミノ、ん?ジェイミノからなんか、レンが繋いだんで、ティーミノ、オーミノ、アイミノかな、多分。さあ、先折り GTR 対後折り GTR で、これ、青来るか。さあ、紫一回単発消して、さあ、これちょっと妥協発火した。妥協発火したので、これちょっとちっちゃくなったぞ。ちっちゃくなったので、連鎖数では負けてるような気がする。チェが9連鎖に対して相手11連ですね。まあ、引けないことよりは、妥協して、しっかり発火した方がいいので。引けなきゃ負け確になってしまうので。妥協することも重要。さあ、コンボつけて。相手に、三段強振る。さあ、これ、黄色発火の5連鎖転廃している。あ、撃ちましたね。5連撃って、相手は、赤ゾロで一応コンボ。こっちもコンボつける。しかし、いや、相手の穴がすごいいいな。テトリスでもうギリギリ刺せない。テトリスで刺せないとなると、これプヨリオでだいぶ不利なんで、結構きつくなるぞ。ギリギリ刺せてないですね。さらにドネイトも間に合わず、これは超不利。さあ、相手赤で発火してきた、4ダブの5連、5連鎖までコンボつくので強いですね、これは。うーん、きつい、これ。ちょっと、プヨ側では絶対に返せないので、延命するしかないです。決して、コンボ付き。コンボつけて、テトで耐えれるかどうかだが、テトの地形があまり良くない。これは、厳しいですね。テトのちょっと地形が良ければ、まだ、掘ってワンチャンあったかな。でも、それでもまあ、プヨの量で相当不利なんで、どちらにしろ厳しいですね。相手がプヨを保持していたので、テトリスで刺せるぐらいのレベルに追い詰めないと、どちらにしろ負けが濃厚でしたね、今の試合。先折り GTR と相手は、後折りの、なんか後折りの形ですね。あんまり見ない形だけど。さあ、単発消して。紫単発打つ。単発でコンボつけた。これ、こっちが一方的にコンボつけてます。さあ、コンボ付きの火力が強い。さらに相手を置きミスしてて、刺せるか、これ。ギリギリ刺せるまでにはいかないか。さあ、俺、エルミノミスった。アイミノでテトリス仕込んで、本線発火した。俺も本線発火した。さあ、これは、コンボが後ろの方についているので、おそらくこちらの方がでかいと思う。9連鎖に対し、10連鎖なんで、コンボなしでも帰ったか、多分。さらに、コンボが後ろの方についていたので、これは強いですね。コンボのつけるタイミングの差が出たかな、これは。連鎖の最初の5連鎖にコンボがつくのと、連鎖の最後の方に、最後の5連鎖にコンボがつくのっていうのだと、もうすごい変わりますからね。相手が置きミスしてて、これは、だいぶ有利。穴バラもいってるので。ただ、俺も、ジェイミノミスったかな。まあ、それでも今も有利ですね。しっかりテトリス仕込んで、相手は1ライン消し。1ライン消しなんで、おそらく、
ラインは飛んでこないですね。相手高めに組んでるけど、これは有利。緑入れて、赤入れて、これ3列目の青、ちょっと後置きしないとダメなんで。入れましたね。入れて、8-1 で発火しない。3列目の紫飛んでることに気づいて、何かしようとしたけど、結局これ変わんなかったんで、8-1 発火した方が良かったですね。青入れた時に3列目の紫を飛ばしてしまった。しかし相手 T ミノを置こうとしたとこに S ミノを置き見せしてしまって致命傷になった。これはちょっと紫飛ばしたのがあんまり良くなかったです。3列目の青を後置きしなきゃいけない形だったんで、まあ、そうしたことがあんまりそもそも良くなかったんで、先折りと後折り。さあ、これはどうだ。俺単発打つ。相手は、青ハッカー。普通に青ハッカーですね。俺は赤ハッカー。これはどっちの方がでかいんだ？ちょっとわかんないですね。あ、相手飛んでんのか。青がないんで、こっちの方がだいぶでかい。10ダブなんで、これはもうほぼ勝ち確ですね。この量はさすがに耐えきれないので、ね、やっぱり連鎖が飛んでると基本的に負け確になるんで、そこは厳しいですよね。少しでも暴発してると、まあ、ほぼ負け確なので。で、もう一個見ていきましょうか。さあ、テトスタートで。これ多分、パフェかな。あ、DT 砲か。ワイユツモは DT 砲かパフェか。ちょっとどうだろう。気分次第で決めてるかな。さあ、これどうだ。相手を置きミスしてるけど、俺もそんなに火力をボンボン送ってるわけではないので。あ、Tスピンダブル間に合わせた。これは有利。一方的に有利取った。しかしまだまだこっから油断できないんでね。あ、ちょっと俺形悪いぞ、これ。黄色入れて、紫がない。一列目に紫置かないとダメだけど、これ忘れてますね。一列目に紫がないんで繋がっていない。完全にこれは忘れている。さあ、これはきついか？耐えれるか？堀のルート頑張って見てるけど、厳しいですね。これは厳しい。残りのプヨルヨ的にも、紫が消えたとしても2ダブ3連の4連までしかないんだ。余裕で帰んないですね。やっぱりこんな感じに連鎖が繋がってないとほぼほぼ負け確になってしまうので、まあ、しっかり本戦をね、組んでいきたいですよね。飛んでるか飛んでないかの、やっぱり、安定感とかね、そこら辺も重要になってくるんで。これは相当有利。しかし、でも相手穴いいんで、どうだ？そうでもないか。どんどん火力を送って、さあ、テトリス間に合った。これ、速度出しましたね。速度出して、テトリスをなんとか間に合わせていく。これはでかい。一回紫で単発打ってコンボ付きのテトリスで、三段強振りました。これはもう相当有利なんで、まあ、適当に先打ちすればまあ大丈夫だろうと思ってるけど、まあ、普通に打ちましたね。これ相手4連鎖しかないんで、普通に受け切ってから、まあ、全てを送る感じに。8連鎖でさらにコンボ付きのテトリスの火力で、まあこれは勝ち確ですね。あそこで受け切るのがポイントですね。まあ、受け切んなくてもおそらく勝ち確だったと思うけど、しっかり受け切ることによってさらに相手に火力を送れるので、ああいうのは総裁を外すのが重要です。スワップの特徴としては、スワップのテトリスの穴って、バーサスのテトリスの穴より、
基本的に直列で来やすいんですよね、このゲーム。なので、そういう面も含めて、総裁を外すのは結構有効ではあります。さあ、赤で単発打ってから黄色発火した。これは、どうだろう。相手の方がでかいかな。パッと見相手の方がでかいんで、どうだ。こっちが10連鎖に対して、相手12連でかい。さあ、ギリギリ耐えた。危ない。ギリギリ耐えて、テトリス仕込み。相手テトリス仕込み間に合わず。これサブマリンで全消し来るか？全消しではないこれ。勘違いしたかこれ。全消しだように見えて全消しじゃない。さあそうなると、しっかり相手に発火されて、連結4連の連結5連。この緑の連結強いです。で、返されて、これはきついか？あー、厳しいですね。ちょっと全消しと勘違いしたのかな？あの4連鎖は、普通打たないので、おそらくこれは全消しと勘違いしたんじゃないかなと思います。さあ、再び先降りたい後降りで、まあ、形は悪くないですね。形的には悪くはない。むしろいい形ですね。さあ、これは、相手が黄色発火してきた。俺は、ネクストの青で発火確保ですね。ネクストで発火できるので、しっかりテトリスで耐え切っていきたい。しかし、相手が7連鎖で止まっている。7連鎖で止まっていると、これは有利取れるかな。18ライン、23ラインしかないので、テトリス側の、赤玉3つは余裕で帰りますね。コンボ付きなので。しかし相手の残りのプヨ量が結構あるので、まだわかんないか。しかし、厳しいか。まあでもワンチャンありましたね、全然。止めてるは止めてるで、結構。残りの形も良かったんで、残しが良かったんで、ね、伸ばし次第で発火できればワンチャンとか。DT 砲と、パフェ積み。これは DT 砲で DT 連、DT に行きましたね。相手がちょっと火力遅れてなくてグダってるのを確認して DT に行きました。あ、もうここまで組めれば十分量だろうと発火しました、ね。相手もちょっとレンチックに組んでる。しかしこっちは4列連に対し相手は2列連なのでこれは有利。2列連はまあ強いけどそんなにめっちゃ火力が遅れるというわけではないので、やっぱり4列連の方が全然強いので。さあこれ黄色で打ちましたね。コンボ連があるのでもう先打ちしてどんどん。このコンボ連が非常に強力。10連のコンボ付き、11連のコンボ付き、12連、13連の全部コンボつきましたね。これはしっかりコンボ連で決めていきましたね。これが強いんですよね、本当に。ただでさえ連の火力って11連以降になると5ライン遅れるのに、そこにコンボがつくと何ライン遅れるのかな。多分コンボの1コンボとか5コンボとかにも差があるんですけど、まあ、少なくとも6ライン以上は飛ぶので、7ライン、8ラインぐらい飛んでんのかな、まあ、超強いんですよね、あのコンボ連が。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ、今日もお疲れ様でした。まあ、良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。